はいどうもこんにちは、アキトです。過去問演習の第4回目ということで、今回はこちらなんですけれども、2014年の京都大学の理系で、出題された第4問で出題された問題です。こちらの解説をしていきたいと思います。問題としては AB を実数の定数 FX っていうのはこういう分数の関数で、すべての X で FX 小なりイコール FX 3乗マイナス 2FX 乗足す2となるような点 AB の範囲を、図示してくださいねみたいな問題であります。求められてるのは最終的には点 AB の範囲を図示してくださいって話なので、第19回目にやった領域の図示であります。ただこれをするためにはこういう AB の条件っていうのを具体的に式で書いてあげないとできないので、まあ一旦このどういう AB なのかっていう処理として、このカッコで囲ってある部分の処理をしてあげましょう。すべての X でこの不等式が成り立つような点 AB の条件で、それっていうのは、不等式の成立条件というような、問題で第11回目に扱った話であります。なのでまずは第11回目にやった処理をし、それで AB の条件を求めて第19回目でやった通りに、図示をしてあげるよっていうような方針で進めていきたいと思います。はい、もう一度書くわけなんですけども、今回求めたい条件っていうのは、すべての X でどういう条件なのかっていうと、FX 小なりイコール FX の3乗マイナス 2FX の次乗プラス2、こうなるような、条件を求めてくださいみたいな問題であります。で、まあ、不等式の成立条件のポイントって、何だったのかっていうと、こいつを移項してあげてゼロ分離をして、最大最小の話に言い換えましょうねっていうの話でありました。だけど今回、まあ、こんな感じでちょっと複雑な感じで、もちろん代入してあげると、FX3 乗とかなんかものすごくごちゃごちゃした式になるんだけど、まあ、わざわざこういう風に書いてあるからには一旦まあこれに注目してくださいねっていう話であります。まあ、共通部分があったら置き換えましょうっていうのは大丈夫だとは思うんですけれども、t っていうのをまあ一旦見やすくするため fx を t と置いてあげましょう。 t3 乗マイナス 2t 次乗プラス2で、小なりイコール、今 t イコール fx と置きました。はい。で、こういうような三次不等式の話になるんですけど、今回別にどっか何か文字が入っている、AB とかいう文字がここには入っているわけではないので、この不等式であれば普通通り処理することができます。何の文字も入っていない、ただの三次不等式ですので、これ第7回目にやった話なんですけど、この不等式を解くことができます。なので解いていきましょう。まずは移行してあげましょう。t3 乗マイナス 2t 次乗マイナス t プラス2大なりイコール0。で、まあ、第7回目の話なんですけれども、不等式の解法ってどうだったのかっていうと、基本はグラフを考えてあげて、今回は0以上なので上側にある範囲、この範囲ですよっていう風に解いてあげるっていうのが基本でありました。で、あとはどっからどこまでっていうこの交点の座標が必要なんですけれども、これっていうのは、どういう風に出てくるのかっていうと、まあ、こいつを因数分解することによって出てくるわけでありました。で、まあ、この三次式の因数分解、例えば代入して、0になるようなやつを見つけてくるっていうのでも、まあ、もちろん OK です。まあ、ただ今回係数に注目してあげると、1マイナス2、マイナス1、2ということで、これ1とマイナス2でペアになりそうだなということで、まあ、ちょっとその操作をしなくても今回は、パッドを作ることができる形ですので、まあ、これに気づくとちょっと楽にできるのかと思います。t 次乗でくぐってあげると t マイナス2、マイナス1でくぐると t マイナス2ですので、t 次乗マイナス 1t マイナス2という形でくくることができます。で、次にこの部分の因数分解なんですけど、これはまあいいかな、 t プラス 1t マイナス 1t マイナス2大なりイコール0ということで、この交点っていうのがマイナス112ですよっていうことが分かりましたので、この範囲としてはまずマイナス1から1以下、もしくはまあちゃんと終わって書きましょうか、もしくは2以上ですよということなので、すべての FX でこれっていう部分を今、処理してあげて、こういう風になりました。まあ、もともと FX と置いていたので、そこの部分で FX の形で書いてあげましょう。すべての X で、マイナス1、小なりイコール FX 小なりイコール1、まあ、もしくは2、小なりイコール FX。すべての X で、これ、もしくはこれのどっちかが成り立つような、AB の条件を求めてくださいというような問題となっております。で、この条件って、ちょっと大変なわけですよね。ここが、こっからの処理っていうのが、一番のこの問題の山場になってくるのかと思うんですけれども、まあ、例えば、xy 平面でイメージをしてあげましょうか。で、y イコール fx のグラフがどうなればいいのかっていうような話なんですけど、この or がちょっと大変なわけですよね。基本的な方針としては、この第11回目でやった不等式の成立条件の処理なんですけど、マイナス1と、1っていうのと、
A、2っていうのがあって、まあ、この間、マイナス1と1の間、もしくは2以上に、常に、まあ、全ての x ってことは常にってことはこの fx のグラフがこの、まあ、斜線部分に入っているよっていうような条件となっております。で、第11回目の不等式の整理条件でやって、ここオアじゃなくて例えばこれ一方だけマイナス1から1の間だけっていうようなものであれば fx の最大値が1以下最小値がマイナス1以上みたいな感じの処理をしてあげれば OK だった。で、ここにオアが入るとちょっと、そうともいかなくて、どういうことかっていうと常にここもしくはここにあるよっていう部分の処理をしなきゃいけない。だからもちろんこんなんでも OK なわけですよね。例えばこんな感じのグラフでこっちに移って、例えばなんかこんな感じでこんな感じで、例えばこれも全ての X でこの範囲内にあるよっていうような情報となっている。なのでちょっと複雑な条件となっております。で、ここで、大事な情報ってのは何かっていうと、この fx の式なんですけれども、今回 fx っていうのが、x 次乗たす x たす1分の ax たす b で、まあ、こんな感じで途切れてしまった場合、上に行ったり下に行ったり、その途切れた瞬間で移動する可能性があるんですけど、で、今回分数関数なので、分母が0となる瞬間は途切れる可能性はありますが、今回この分母の部分が、二次関数で平方完成してあげると x たす1の2分の1の次乗の4分の3で、これはプラスなわけです。分母がプラスということは常に分母が0になるっていうことはありませんので、 fx では連続であるよっていうことが保証されております。なのでこういうふうに連続であればグラフが離れるよってことはないよっていうことですので、こういうことは起きないわけですよね。なのでこの部分に、気づくことができると非常に気づかないとなかなか大変になってくるんですけど、これに気づくとだいぶ楽な問題になります。つまり連続であるので、ここからはみ出して繋がっていなきゃいけないので、はみ出して上の領域に移ることはできないわけであります。つまりどういうことかっていうと、まあ、ちょっとでも下の領域にいた場合にはもう常にここからはみ出すことはできない、常にこの間にいますよ。で、ちょっとでも上側にいるんだとすれば、そこからはみ出すことはできないので常に上側にいるよ。すなわち、まあ、こういうふうにさっきみたいにそれぞれ移動するって可能性はなくて、常にこっちもしくは常にこっちというふうな言い換えができるわけであります。ちゃんと言葉で書いてあげましょうか。常にこっちもしくは常にこっちっていう風な言い換えができるので、今回は fx が連続なので全ての x でマイナス1小なりイコール fx 小なりイコール1、もしくは全ての x で2小なりイコール fx という部分で、すなわちまあ結果的に書くとこの全ての x でっていうのをばらすことができるよ、今回は特別に fx が連続なのでっていうような言い換えができます。つまり常にこれもしくは常にこれっていうのが成り立つような条件を処理してあげれば OK なので、こいつを ① こいつを ② として ① または ② の処理をしてあげれば OK です。なので順番にいきましょう。まずは ① 全ての x でこれっていうのは、これはもうシンプルな形の不等式の成立条件であります。で、こいつ書いてあげると、x 次乗足す x 足す1分の ax 足す b 小なりイコール1というような形であるんですけれども、常にこれが成り立つよ。で、第11回目にやった通り、じゃあここの最大値が1以下最小値がマイナス1以上だよ、もちろんそういうふうにしても調べることができます。ただ今回この分数の入った不等式だっていうふうな部分で、第37回目にやった通り分数を含む不等式だっていうふうに解釈すると、また別の変形ができるのかと思います。分数が入ってたらやっぱちょっと扱いにくくなるので、分数のない形にしたい。すなわち、両辺に x 次乗足す x 足す1っていうのをかけてあげて、分数のない形にした方が計算に楽に、計算が楽になるだろうという方針で、なので今回そちらも使っていきたいと思います。で、ただちょっと注意点があって、まあ、これは37回目にやった話なんだけど、分母をかける際に当然文字の入ったやつをかけるわけなので、まあ、正の数だったらそんな気にしなくていいんですけど、負の数だったら向きが逆になる、負の数をかけるので不等号の向きは逆になるっていうのは注意点があります。あと0だったら、まあ、そもそも分母は0じゃないよっていう条件から排除しなきゃいけなかったりするので、ちょっと大変になってくるわけですね。ただ、さっき確認した通り分母はプラスだよっていうような情報が、まあ、ここでも生きてきます。今回分母がプラスなので特に気にすることなく、両辺に x 乗足す x 足す1という正の数をかけてあげていいよっていうことで、よいしょと x 乗足す x 足す1ですよと。つまり常にこれが成り立てば OK。
で、こいつをさらに計算していってあげると、マイナス x4 マイナス x マイナス1。今、こっち側の2式を書いております。で、今度こっち側の2式を書きましょう。ax 足す b、小なりイコールの x 乗足す x 足す1。で、整理してあげると、一つ目が x 次乗足す a 足す 1x 足す b 足す1。大なりイコール0。下側の方は x 次乗マイナスの a マイナス1かな。x マイナスの b マイナス1。大なりイコール0ということですので、まあ、丸1っていうのは全ての x で丸、これが成り立つよってことは、全ての x でこれが成り立つよ。で、不等式の整理条件。これの最小値が0以上。これの最小値が0以上であれば、これが成り立つよっていうような解釈をするので、こいつの最小値を調べていってあげましょう。まず一つ目の方は平方完成して、まあ、二次関数の最小値を知りたいので平方完成をしてあげましょう。マイナス4分の a 足す1の次乗を足す b 足す1。で、なので最小値っていうのが、頂点の部分でマイナス4分の a 足す1の次乗を足す b 足す1。大なりイコールの0。で、下側の方は x マイナス2分の a マイナス1の次乗を、マイナスの4分のa マイナス1の次乗を、マイナスの b 足す1ということなので、最小値はどうなるのかっていうと、最小値は、マイナス4分の1の a マイナス1の次乗をマイナス b 足す1で、これが0以上というふうになればいいよっていう話であります。で、まあ、今の結果を整理して書いてあげると、まず一つ目の部分は b大なりイコール、まあ、この後領域書くので B の形に整理してあげましょう。 A たす1の次乗を A マイナス1っていうのがまず1つ目で、次2つ目がこの結果で、これっていうのは B の小なりイコールかなの A マイナス4分の1の A マイナス1の次乗を A プラス1なので、丸1を言い換えたけど、全ての X でこれが成り立つよってことは、今回はこれが成り立つよって話でありました。はい、今度丸2を行きましょう。すべての x で2小なりイコール x 乗足す x 足す1分の ax 足す b で、まあこれ先ほどと同様なので同じく分母を払っていきましょう。 2x 乗足す x 足す1小なりイコール ax 足す b で、これ整理してあげると 2x 乗マイナスの a マイナス 2x マイナスの b マイナス2小なりイコール0っていうことで、今回はこっち側が0以下っていう向きですので、常にこれが成り立つよってことは第11回目の処理なんですけれども、これの最大値が0以下となれば OK、 一番大きくなる瞬間が0以下となれば OK っていう話なんですけど、ただ今回下に凸の放物線なので、常に X 軸より下側にあってほしいんだけど、下に凸なのでめちゃくちゃ大きい部分、もしくはめちゃくちゃ小さい部分を取ってあげると X 軸より上側になる、この向きがプラスとなってしまうような X っていうのは必ず存在します。なので、こっち側に関しては最大値っていうのはないので、めちゃくちゃ大きい値を取ってしまうので、こっち側に関しては起きうることはありません。なので、これらを整理してあげると、求める領域っていうのは何なのかっていうと、結局丸1または丸2だったんだけど、丸2っていうのは起きないので丸1だけを処理してあげれば OK。 その結論はもう一度書きますが、 B 小なりイコールの4分の 1a 足す1の次乗マイナス 1b 小なりイコールのマイナス4分の 1a マイナス1の次乗をプラス1ということなので、これで、こっち側の括弧でくくってある条件の処理が完了しました。あとはこれを AB 平面に図示してあげれば OK です。はい、横軸に A、縦軸に A、B という風に取ってあげて、まず上側の方ですね、マイナス1コンママイナス1っていうのを頂点とする下に凸の放物線で、一応まあここの部分が4となればいい、ちょうどマイナス1で0になりますので、交点はどうなるのかっていうとマイナス3と1かな。まあ別にそんなにめちゃくちゃ大事な情報ではないんですけど、まあざっとこんな感じのグラフになるのかと思います。で、今度こっち側の1コンマ1を頂点とする1コンマ1を頂点とする上に凸の放物線で、同じく今度はこっち側に3の部分とマイナス1の部分で X 軸と交わる感じなので、まあこんな感じになるのかと思います。
なので今回図示してあげると求める領域っていうのはこの部分になりますよということで、こいつが今回の答えとなっております。はい、ということで今回こんな感じで解いていくことができたわけなんですけれども、まあまずはちょっと補足的な話としてまあちょっとした別解ではないんですけれども、さっきの場合丸2っていうのは結局こうやって NG だよっていうような話でありました。で、もともと何だったのかっていうと2小なりイコール fx だったわけなんだけど、まあ fx x 乗足す x 足す1分の x 足す b で、これが常に成り立つよってことは、これの最小値っていうのが2以上となればいいわけなんですけど、これ x を無限大に対する、極限とかを考えてあげると、これっていうのは、0に行きますので、まあどう頑張っても、2より小さくなるような瞬間っていうのは起きるので、まあこっち側は不適ですよ。もちろんそんな感じにしてあげても OK ではあります。はい。で、まあ他にもまあもうちょっと工夫っていうのはあるのかと思いますが、とりあえずまあここで留めておいて、で、最後にまとめなんですけれども、まずこの問題の難易度的には、まあ割と優しめなのかなというような、気がしております。で、これはまあ、合格する人は、まあ少なくとも正しい答えを出せているんじゃないのかなというような印象で、大体時間としては、まあ20分ぐらいで、完答したいなというようなところでしょうかっていうような僕の感想であります。で、まあただ、まあここがちょっとやっぱ難関大らしい、京大らしいなっていうような部分で、ここの、議論の部分を、まあ、適当にやってる、実際、適当にやってる回答とかも、まあ、あったりするんですけど、すべての X で、これ、もしくは、これが成り立つっていうものを、すべての X で、マイナス1から1、もしくは、すべての X で、2以上だよ。やっぱこの言い換えっていうのは常にできるわけじゃないし、ここにおいては FX が連続であるよっていうのが、すごく大事な情報となっているので、当然記述としてはここの辺が押せていないと当然減点される回答になるのかとは思いますが、なので、そういう部分では満点取るのはちょっと難しいのかもなというような、印象があります。はい。ということで、今回こんな感じで、見ていきました。また見てください。バイバイ。